吉田さんの来てくれると思う。大丈夫です。ツーキャスト前提で行きます。結構あの雨が強いのが近づいてきてるんで、もしかしてやってる最中に風とか、あ、やられるかも。雨とか急変するかも。はい。それではセンサーキャップ外します。はい、了解です。準備できてます。はい、了解です。キャップはまあまあある程度緩んだらもう引っ張れる。あれ緊張するね。センサーキャップ外しました。はい、了解です。はい。お願いします。取り上げ収録しました。リモコンはゼロになってるからここにして、はい、もう外してていいですか。外して、はい、テーブルをダウンに入れておきます。はい、センサー繰り出し。センサー降下です。はい、降下了解。着水です。着水。はい、センサー切り離し。6から47です。了解です。ケーブル50です。ちょっと巻きすぎ。そうです。もう真下に落ちてる。
らいですかね。そうですね。あとはひねりのトップと下に来た時に出方が違って、それに合わせて調整できればいいです。はい。おー、巻くな、すぐ。割となかなか難しいんですよね。割とあっさり巻くんですね、今日は真下に落ちていくんで。ケーブル100です。ケーブル100です。了解です。こちら68-6。了解。これキープだな。はい。おっと、出過ぎた。150です。ケーブル200です。300、こちら126m のコンマ6からコンマ7、距離が62。バウスラスター使い始めました。あ、バウスラスターも使ってます。バウスラスター了解。ケーブル250です。250了解。こちら震度155-0.6。結構早いね。スター使い始めるとまた感じが変わってくるんで気をつけましょう。はい。おっおっおっ。ケーブル300です。ケーブル了解。175です。どう、めっちゃ出してるよね。俺うねってんな。そうですね。350です。350。だいぶ出してる。まあ、しょうがないです。ちょっと早いかもしれないですね。若干落としてないです。はい。速度はコンマ6前後で安定しているようです。了解です。ケーブル400です。
450です。はい、了解。ケーブル500です。300になったら消して。はい。ウインチ停止。はい、停止。ウインチ停止しました。ウインチ停止しました。了解です。リモコンを。あ、戻す。リモコンを。あ、戻す。510ケーブル510です。ワンシーバーを渡します。510了解。じゃあ戻ってデータ見ていきます。最初出しすぎましたかね。キンクしたやつがちょっと絡まったやつで上がってる。へぇ、ウンチ楽しいですね、やっぱり。なんかやってるかな。スムーズな時はいいですけど、ケーブルがこうぐるんぐるん入り込んだ時とか泣きたくなりますよ。やり直したら、もうやり直しが見えちゃう。やり直しの批判を受けるのは、一番のところで。しょうがないよな。さあどうでしょうか。
きよりちょっとオーダー大きくなるんだけどね。はい、下は静かですね。加速度いかがでしょうか。8、あった。セーフ。キャストじゃなかったか。